根性とは、鉄のシアノ作体に過剰量の鉄イオンを加えることで、濃性色の沈殿として得られる顔料である。日本古来の天然顔料である岩根性と区別するために花根性と呼ぶことがある。ただし一般的には、花根性とはスマルトの別称である。カラーインデックス名はピグモントブルー27である。この顔料に由来する色名としての根性が存在する。 製法などにより、アイロンブルー、プルシアンブルー、ベルリンブルー、ターンブルーブルー、ミロリーブルー、チャイニーズブルー、パリブルー、など数々の異名がある。日本ではベルリン愛が名まって、ベル愛と呼ばれた。歌川広重や葛飾北斎の作品に印象的に用いられたことから、広重ブルー、北斎ブルー、ジャパンブルーなどとも呼ばれる。年にベルリンにおいて、 錬金術師ヨハン・ディッペルの下で顔料の製造を行っていたヨハン・ディースバッハによって偶然発見されたとされている。当時の欧州には比較的安価な青色顔料、アズライトがイタリア・ベネツィアを通して輸入されていたが、イタリアより北のドイツなどの国には届いておらず、本場は高価なアフガニスタン産のラピスラズリ製顔料、ウルトラマリンをすぐに駆逐し、 当時期に再色するためにも広く使用されるようになった。その後、彼の弟子によってパリでも製造されるようになったが、製造方法は秘密とされていた。1726年にイギリスのジョン・ウッドワードがこの顔料が草木の灰当資の血液から製造できることを発表し、製造方法が広く知られるようになった。伊藤若中、同食祭へのうち、 軍魚図左下のルリハタの銅とヒレに根性が使用されている日本では平賀県内が物類品質に紹介した。伊藤若中が銅色祭への軍魚図のルリハタを描くのに用いたのが確認されている最初の使用例である。その後、1826年頃から新国商人がイギリスから輸入した余剰を日本へ向けて大量に輸出。 転売したために急速に広まった。なお、葛飾北斎が1831年に描いた富岳36系において、根性を用いて描いた小青が評判になり、以降全国に広まったとする俗説が存在するが、実際には大量輸入による値段下落をきっかけに流行となった根性の絵の具を、歌川広重ら当時の多数の絵師が使用し、北斎も またこれを利用したうちの一人に過ぎないのが実情であると見られている。北斎に先駆けて日本で初めてベロアイを用いたアイズリエを描いたのは北斎の弟子の経済永全である。アンナートキンスによる階層の青写真プルシアンブルーは脳性色の作体でヘキサシアニド鉄三鉄、フェロシアンカ鉄、フェロシアンカ、第二鉄、根性などはプルシアンブルーの別名である。 理想的な蘇生式は FE4、FE63 FE であり、この点において製法による違いはあってもすべて同じ化合物であることが確認されている。式量859.25。しかし、実際には結晶水を含んでいたり一部の鉄イオンが置換されていたりすることが多く、一定の蘇生のものを得ることは困難である。そのためヘキサシアニド鉄ジオと鉄塩から得られたものは、 プルシアンブルーあるいはベルリンブルー、ヘキサシアニド鉄サンジオと、鉄塩から得られたものはターンブルーブルーというように別の物質と考えられていた。鉄イオン定色指示薬や細胞の染色法、青写真の原理である。結晶構造は FE3 イオンが面身立方光子を形成し、その立方体の各辺の中点に FE2 イオンが位置している。そして、 Fe3 イオンと Fe2 の間には Cn4 が位置する。Cn4 は窒素原子で Fe3 イオンに炭素原子で Fe2 に配位している。このような結晶構造をとる一群のシアン作体の使用、この化合物を代表としてプルシアンブルー型作体という。プルシアンブルー型作体には強磁性やフェリ磁性を示すものが多く知られている。 フィンセント・ファン・ゴフ補作の星月夜。根性のほかセルリアンブルーを使用している。歌川広重、京都名所の内淀川。文政天保以降の浮世絵に特徴的な案は根性の色であり、ジャパンブルー、もしくは広重ブルーと呼ばれる。単独では藍色、紺色の塗料、印刷ンキ、絵の具に使用される。また、応援、カドミウムイエロー、 アゾ系黄色顔料との混合物は緑色顔料として使われ、クロムイエロー、カドミウムイエローと強鎮させるなどして製造したものはそれぞれ、クロムグリーン、カドミウムグリーンと呼ばれる。ゴルフ場向けとして陶器など軽色化した芝の着色用農薬として使用。ただし、根性の一時流径は0.10.05マイクロメートルと極めて小さく。 これを粉塵として吸引した場合には肺に沈着して人肺を生ずる可能性がある。このため、重視などで固めたビーズ化などが施されることがある。両者の適用を持つ医薬品として、ラディオガルダーゼカプセルが日本では認可されている。根性は、その素性に CN イオンを含む物質ではあるが、 ヘキサシアニド鉄サンジオとヘキサシアニド鉄塩同様に、難分解性シアの削体とも呼ばれ、CN イオンは強く鉄原子と結合しているため、有利しにくく、通常は生体に対してのシアン化合物としての、毒性はない。しかし、熱やアルカリには弱くシアン化合物を有利する。国内法上毒撃法などでは、シアン化合物の例外として扱われるが、水道法など、 環境関連法では試験操作により一部が分解して全試案としてカウントされるため規制を受ける可能性がある。また、アルカリでシアン化合物を有利することがあるため土壌汚染対策法では特定有害物質に該当し根性による土壌、地下水などの環境汚染が問題となる。根性の一時流刑は0.10.05。 マイクロメートルと非常に微細なため、空気中に飛散した場合には、容易に肺に到達し人肺を起こす。しかも、N95 や N100 などの防塵マスクの補足できる、流径は0.3マイクロメートルの規格であるため、これらの防塵マスクでは、空気中に飛散した根性粒子をほとんど阻止できない。樹脂や溶剤等で粒子を固めても、環境中での風化や紫外線などによる劣化により、 いずれは、こうした微粒子が空気中に飛散する可能性があり、注意が必要となる。放射性セシウムが存在する環境において、根性粒子と放射性セシウムが強固に結合して、水不要性の放射性粉塵化することにより、根性粒子が肺に入った場合には、β 線による長期間の極めて重篤な肺の内部被曝をもたらす可能性がある。 根性は熱に弱く容易に分解して、シアンガスを発生する。このため加熱や通常の焼却は危険であり、根性を用いた一部の着色剤の化学物質安全性データシートには火災により、シアンガスが発生する可能性が記載されている。千葉県茂原市にある東洋陰気の関連会社では1962年から1975まで根性を生産していたが、 その後土壌調査により製造当時は規制がなく埋設処分されていた根性廃棄物から有利したシアン化合物による土壌汚染や地下水汚染が確認された根性廃棄物による土壌と地下水の汚染処理法が検討され2004年4月に千葉県並びに茂原市に報告が行われ同年6月10日に住民説明会が開かれた 工場周辺の根性汚染度はすべて掘削と交換が行われ汚染された地下水も溶水され浄化が行われるなど徹底した対策が施されその後も地下水に対する継続的なモニタリングが実施された。クラレにおいても同社の危機有給品置き場において根性が付着した危機有給品が確認され危機有給品から飛散した根性による 土壌汚染の恐れがあるため危機有給品置き場の土壌が掘作されて処理された。クラレの環境活動レポート2002年度版によれば、根性は水には安定ではあるが、高アルカリには弱く、環境中で分解して、シアン化合物が有利する可能性があるとしている。ありがとうございます。